筋肉ってガチガチのイメージやけど、もちもちでムチムチなんや。なんてことだよ。家からの出発かよ、また。はぁ、はぁ、うなされる。ケイタくん、どうかしたんですか？すっごいうなされてたにゃん。大丈夫。そうですか。それでは今日も張り切っていきましょう。おー。さあ、とりあえずボートショップに向かうか。ボートショップに向かうかはいいんやけどさ、あれじゃね？あの、誰でしたっけ？あの方。プリズンブレイカー。そう、プリズンブレイカー。何事もなかったかのようになってしまったけれども。またしても捕まえれてないじゃないか。あと一本のところ。頑張ろうね。はい、到着。ボートショップ到着したよ。中に入るのかい？ほう、結構中広いんやね。あ、勝手にこの辺で調べる感じっすか。よし、ケータ、お前は見張り役な。見張りって。もしかして調べるって、こっそり調べるの？お店の人の前思いっきり通ってきたけどね。バレなきゃ問題ないさ。何も盗もうってわけじゃねえし。誰か来たらすぐに教えろよ。怪しすぎるやろ。この辺の本かな？いや、こっちか？早くしてくれよ、マック。お、見つけた？あったあった。どれどれ？なるほどな。これなら俺たちでも作れそうだな。どれどれ？ねえ、マック。まだかかる？もうちょい待て。そうだな。こうすれば。どうだ？はぁ、店長ってば人使い荒いよな。予備のオールは確か物置の方に。誰か来るよ。早く早く。よし、こんなもんか。来たよ。あ、ガキども、物置で何してるんだ。物置やったんや、ここ。ケイタ、逃げるぞ。危ないな。もうちょっとでお兄さん落ちるとこやったんや、階段から。どこまで逃げてきたの、これ。危なかったな。ヒヤヒヤしたよ。けど、そのおかげで作る船は決まったぞ。何を作るの？お、手作りの船と言ったら、やっぱりイカダだな。イカダ、いいね。手作りってことを考えたら、無難なところですね。お、作れるものじゃなきゃ意味がねえからな。どんな材料がいるか伝えるから、秘密基地に戻ろうぜ。材料が書いてある本、持ってこなかったにゃん？お、本棚に戻しておいてて。だって持ってくるって盗むってことだろ？そんなの格好悪いじゃねえか。中身は完璧に覚えてから問題ねえよ。さあ、戻って作戦会議だ。おう。犯罪は犯さないんだね。よしよし。まあね、盗みは良くないことだから。その辺はしっかりしておかないと。ということで、秘密基地に戻るのか。秘密基地、秘密基地。遠くね？遠くね？あのさ、アユナの方と同じようにさ、秘密基地との間に、秘密基地との間にさ、ちょっとワープみたいなのしようや。どこだ？あっちか。お、あれは、あれはニックキー。ほらー。どんだけいるんだよ。体力元に戻っとんかな。ちょっと。ちゃんと横断歩道を渡るんだね。リベンジ。プリズンブレイカーだよ。行きますよ、ケイタくん。絶対に捕まえて、やるさ。さあ、次こそ。もう何回だって捕まえてやるさ。待てよ。おい、待てよ。違う地区行くんじゃないだろうね。あ、そう。折り返すな。チリン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 。これはさ、あれだね。チャリじゃなかったら危なかったかもね。チャリだから、ちゃんと追いつけるんだ。
はい、来た。あー待って、さっきからさ、ダメだ、チャリの動、あー違う地区に、平和な音楽に逃した。マジかよ、マジかよ、逃したじゃないか。私基本的に移動中さ、下画面のマップしか見てないわけよ。下画面のマップしか見てないけんさ、たまにちょっとわけわからんとこに突っかかったりとかするけど、ごめんね。たまにこう車だとかさ、壁だとかいろんなものに突っかかっちゃうんだけど。はい、到着。なになに、上がれって。はいはい。あ、飛び降りた。よし。よし、これから秘密作戦会議を始める。イエスさー、いいねいいね。まずイカダに必要な材料を集めるところからだな。イカダのボディに使うガチッとした丸ダニ、あとは帆に使うためのシャキッとした、シャキッとした枝が必要だな。それからオール用のペラッとした木片も忘れるなよ。なんだそのなんかふわっとした感じ。丸太や枝ってどうやって集めるにゃん。この木ノームの森の奥に行けば多分その辺に転がってるだろ。木ノームの森って言うんやここ。あと森の中で果物も取ってこないとな。途中で腹が減ったら大変だ。果物？食べ物だったらコンビニで買っていけばよくない？分かってねえな。俺たちは船に乗って冒険するんだぞ。コンビニに食べ物なんかじゃ冒険感が出ねえだろ。リアリティを追求するんやね。こういうのは雰囲気が大事なんだよ。そうなんだ。冒険も奥が深いですね。それじゃ早速木ノームの森に行ってみようぜ。おお。木ノームの森でイカダの材料を集めよう。木ノームの森って一体どこ？あの上？待ってね、チャリで行こう。あ、こっちやね。あっちから行けんわな。あ、木ノームの森ってどこっていうか、これ全体が木ノームの森か。木ノームの森の中の秘密基地ってことよね。オッケーオッケー。で、さらにその森の奥に行けと。危なくない？大丈夫？ジバニャは一体どこへ行った？広いなぁ。これは気をつけないと迷子になってしまいそうで、ウィス。もう一人迷子になったんじゃないの今。きっとここならイカダン材料も集まるはずだ。集めるものは覚えてるな。ガチッとした丸太、シャキッとした枝と、それから、ペラッとした木片ですね。果物も忘れちゃダメにゃん。お、やってきたやってきた。何をウキウキとしているんだ。大丈夫そうだな。よーし、頑張って集めるぞ。ガチッとしたとか、ペラッとしたとかなんか、あ、一個一個ちゃんと目的地が示されとんやね。なんかすごい曖昧なものばっかり集めるみたいやけど。集まるんだろうか。あ、え？力持ち。こいつが何か。こんなところに来る人間なんて珍しい持ちね。ん？お前、ジャポンの人間持ち？うん、そうだけど、わかるんや。おお、懐かしい持ち。俺も元はジャポンに住んでた持ち。まあ、持ちやもんね。え、そうなんだ。さらなる強さを求めて、USA に筋肉留学しに来た持ち。筋肉留学って筋肉んやないか。筋肉留学って何？おそらく修行のことかと。そう持ち、俺の修行の成果、特別に見せてやる持ち。お、これは。いや、別に見なくても。上腕二頭筋がかっこいいから、よく見ててほしい持ち。話を聞いてない。え、バトルじゃないんすか。お、なんか落ちてきたよ。うわ、なんか落ちてきた。本気でパンチすると木から何か落ちてくる餅。そうなんだ。なんだろうこれ。おー、グリーンマンゴーを2個手に入れた。フルーツゲットやん。おー、なんかいいものゲットしたでビス。うん、やったね。もう一回、もう一回お願いしますよ。ウィヒヒヒヒヒって。そう何回もは無理だ餅。本気のパンチは疲れる餅。スタミナのつきそうなものをくれれば、いつでもやってやるもち。スタミナもやね。俺はここでずっと修行してるもち。もちもちでムチムチな筋肉を作るもち。
筋肉ってガチガチのイメージやけど、もちもちでムチムチなんや。もち。スタミナにつきそうなものを持ってきてくれたもち？どんなものをくれるもち？スタミナム。これ全部私持っとるやつってこと？ほい、スタミナム。もち。おお、ありがとうもち。これはスタミナがつくもち。よし、見せかけの筋肉じゃないとこ見せてやるもち。どれどれ。うわ、妖怪が落ちてきた。ちょっと待ってや、果物じゃないんですけど。あちゃーたちが現れた。あちゃー。アーチャーとかけとるってこと。かわいい。てか敵が落ちてくるとか言えよ。果物だけじゃないよって言えよ。お、倒したアチャーが近づいてきた。あちゃー、また負けちゃった。君と友達になれば勝てるかな。きっと強くなれる。友達になります。あちゃーと友達になった。かわいい。ニックネームはつけません。あちゃーの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。ね、それ刺さってない？大丈夫？手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。あれかな？吸盤タイプかな？え、他のやつは？じゃあスタミナマアルファで。これは、筋肉に染み渡る餅。うおぉ、最初は餅、じゃんけん餅。何それ？餅ってどういう状態？お、今度はちゃんと。あ、何か落ちてきた。宝の地図、ノラポニーの住処を手に入れた。何それ？なんか2枚目の宝の地図手に入れたんだけど。やった、ありがとう。よかった、もち。また来てほしい、もち。この宝の地図使ったらさ、なんか宝物手に入ったりとかするんかな？気になるよね。もち。ってことで最後のおかしなキノコ。もち。なんだ、もち、このキノコ。こんなものじゃスタミナがつくわけ。って、のー！体が勝手に熱くなってきた、もち。それはちょっと毒的なものではないの。なんか今まで一番強い気がする。あ、何か落ちてきた。アボカドを手に入れた。おー、やったね。やった、ありがとう。よかった、もち。また来てほしい、もち。なるほど、ありがとう。じゃ、とりあえず果物はこれで手に入ったということで、次はあっちの方に何かがあるっぽい。なんかいろいろと木が邪魔だな。どれ？これ？ねえ！マック、この丸だとか丈夫そうじゃない？オーケー。イカダのボディにちょうど良しそうだ。ガチッとした丸太を手に入れた。お、やったね。で、何？あと二つか。あと二つは何？何ペラッとした板。と、あとなんかもう一個あったよね。何やったっけ？忘れたけど。お？え、こいつもキー殴ってんだけど。行けよ！はぁ、はぁ、ん？なんだよ、あんたたち。今俺は特訓の真っ最中なんだ。邪魔しないでくれよ。特訓？何の特訓してるの？ボクシングの特訓さ。チャンピオンになるためのな。ね、なんか声二つ聞こえることない？あ、え、こら、ジョー、サボっちゃいかんぞ。あ、二匹おるんやね。なんかちっこいのいた。ジョー、ワンツーパンチじゃ。本気のパンチを見せたり。わかったぜ、おやさん。よし、行くぜ。お。お、こっちもなんか落ちてきた。なんか落ちてきた。何が落ちてきたんだろう。グリーンマンゴー3個手に入れた。おー、やったね。いいもの拾った。なら、よかったぜ。どうした、ジョー。もうへばっちまったのか。あれだけの力を込めたパンチだと、さすがに疲れるぜ、おやっさん。何か体力がつきそうなものを補給できれば、また打てるかも。なるほど。我々が持ってくれば、また本気でパンチしてくれますかね。ああ、いいぜ。でもよ、次は妖怪が落ちてきて、そいつ戦う羽目になる気もするぜ。こっちはちゃんと言ってくれるやん。まさか、そんなわけないでうぃすよ。だったらいいんだけどよ。じゃあ、またな。これだけあれば十分だな。うん。これでお腹が減っても平気だね。まあ、でも一応、見てみよう。行けよ！はぁ、はぁ。よう、お前らか。体力につきそうなもの、なんか持ってきてくれたかい？お、こっちも同じ選択肢やね。サンキュー。でもなんだか嫌なものが落ちてこないか心配だぜ。
心配しすぎだじょ。自分を信じて打つべし、打つべし。だったらいいんだけどよ。それじゃあ行くぜ。案の定って書いてるけんさ、案の定妖怪落ちてきたわとかなる？うーわ、妖怪が落ちてきた。あーやっぱりか。マジか。じゃあこいつが言うことは本当になるってことかな。それはちょっと。さあ次だ。体力のつきそうなもの持ってきたよ。スタミナもアルファ。あ、持ってないんかい。そのようなアイテムは持ってないみたいですね。気を取り直して、また仕切り直しましょうか。持っとるやつだけが選択肢に出るわけじゃないんやね。じゃあおかしなキノコはあるかな。あん？なんだこれ。うん。こりゃやべえぞ、おっさん。おやっさん。打つべし、打つべし、打つべし。ジョー。ドーピングはルール違反だぞ、ジョー。そうなるよね。うわー、しかも妖怪だし。あー、やっぱりか。やっぱりって思うなら今のも言ってくれよ。アンビリバボーたちが現れた。じゃあ、バイバイ。お、何あれ？なんか、猫とかかな？動物がおる？え？え？何これ？キモ。キノコおばさん。あら、こんな深い森に可愛いタスネビトがやってきたわね。私はここの森が好きでね。よくここに来て森とお話しするの。大丈夫この人。でも気をつけて。今日は森が少し怯えているわ。こんな日は何かがある。私のキノコもそう言ってるわ。でも久しぶりに人に会えて嬉しいわ。これもキノコのお導きかしら。久しぶりに人に。もしかしてこのおばさんずっとこの森に住んどん。お近づきにキノコをもぎってあげる。大切なあなただけのキノコにしてね。おかしなキノコを5個手に入れた。おかしなキノコ補給されたよ。なんか怖。こんなとこにいつもおるのあの人。気がおかしくなりそうやね。こんなとこで人に会うとは私も思わんかったよ。人よねあれ。妖怪じゃないよね。で、これ？あ、これや。お、このまっすぐな枝は穂に使えそうだぜ。穂か。なんか海賊みたいだね。ドクロマークでも書くか？シャキッとした枝を手に入れた。いいねいいね、順調。ん？どうした？ペラッとした木片だけ見つからないなぁ。後で加工するにしても、オールに使えそうな木片はなかなかありませんね。仕方ねえな。もう少し奥まで行ってみるか。でも、森の奥は霧が深くて危険なんじゃありません？平気だよ。ここまで来たら行ってみよう。そうだな。北の方に川を渡る橋があるんだ。そこから渡ろう。マジか。危険じゃね？私はウィスパーに賛成だな。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。